本日のテーマは未来三河、地方創生、そしてインフラ対策等々であります。国道23号線この全線開通、これがいよいよ3年前倒しができたので、この令和6年度中に完成をすることができます。カーボンニュートラルポート、サーキュラーエコノミーポートのモデルケースとして進めていた水リニア構想というものを私は持っておりまして、こういったリニアと新幹線の組み合わせ、そしてその間をつなぐ道路整備。本日のテーマは未来三河、地方創生、そしてインフラ対策等々であります。分散型国づくりを作っていくという時にネットワーク型国土みたいな話があります。その中でやはりインフラの整備は非常に大切ですので、こういった点をやはり話をさせていただきたいと思います。全国的にはもちろんミッシングリンクの解消とか、いわゆる副車線化などなどございます。そういう中において、我が地域においてはずっと40年来、私が生まれる前からの懸案であった国道23号線この全線開通、これがいよいよ3年前倒しができたので、この令和6年度中に完成をすることができます。しかしこれ片側1車線でやりますので、やはりもう1車線ないで副車線化しないとですね、リダンダンシー、代替性の確保になりませんし、また自動運転時代になってくると1車線は自動運転専用レーンみたいな話もございますので、こういったことにもすぐに、実はもう全線開通したその直後から、実は次のまさに4車線化、副車線化の事業のための交通量調査、これを始めるということも約束をしておりまして、普通完成した年度の次の年度からそういったことを考えようかみたいな、そういうおっとり方までいくんですけど、今回はそうではなく、もう即やる、こんなことで進めさせていただければな、こんな風に思っています。他にも例えば新東名と高速道路と東名高速道路の間を結ぶ国道151号線、これもですね、例えば宇都宮バイパスの全線開通のために、いわゆる前の民主党政権の頃は予算が1億未満とかゼロに近い時期になりましたけれども、その頃から比べると10倍以上の十数億円毎年付けさせていただいて、どんどんと進捗させていただいておりますし、また小坂井バイパスの表情化、そして151号にはずっと奥三河の方まで行きますので、そういったところもしっかり進めさせていただきたいというふうに思っております。そしてやはり高速道路もですね、より活用をしていこうということで、三遠南新道も実は蓬莱橋東映館が来年度全線開通できますし、今あるストックをうまく活用するという意味では、スマートインターをどんどん増やしていきたいということで、いわゆる新城の富岡地域に、豊橋側にもまさに降りれるような、こういったスマートインターを作ろうというのも、あとですね、約 2,3 年後ぐらいには、これも最速の5年ぐらいで作らせていただくということで、計画から作らせていただくということでやらせていただいておりますし、さらには豊川市の市田町付近にですね、県道21号と東名がクロスするところがあるんですが、このスマートインターも実は近くに大きな工業団地があって、そこにそれこそスタートアップを推進していくための、例えばシェアファクトリーと、シェアラボとかシェアオフィスは聞いたことありますが、ものづくりにしていくことで、ものづくり版シリコンバレーが大きく成長していく、こういったところで、非常に大きな可能性があるので、そういったものも作っていけたら嬉しいな、こんな風に思っております。その他にも道路整備など数多くあるので、もう言い出すと大塚海道線からですね、473八坂峠で新東名のアクセス道路から、本当にですね、数多くあるんですけれども、ちょっと言い出すとキリがないので、これぐらいさせていただきたいなと思います。そしてやはり道路だけじゃなくって、もっと大事な港も実は大切であります。そのためにいわゆる豊橋港と水戸港を結んでいくような臨港道路も大事でありますし、そして何といっても蒲郡港は水深11メートルの岩壁が、一時期1バースで終わると言われてたのを2バースまで、拡張することが私の任期中にできました。3バースの計画でありますので、徹底して進めていくとともにですね、ここをドローンポートにしていって、またカーボンニュートラルポート、サーキュラーエコノミーポート、すべてのいわゆる新しいポートにしていくことによって、ドローンベイ構想であったり、またカーボンニュートラルであったり、水素、合成燃料、インフューエル、そしてメタンハイドレートの基地庫、また洋上風力の基地庫、こういったものでもいろんな活用ができるんじゃないかな、こんなことを考えておりますので、新しい港の形というのもですね、まさに新世代の次世代港、次世代港湾、このモデルケースとして進めていきたいな、こんな風に思っております。そしてやはり公共交通も非常に大切であります。コミュニティバス、自動運転バス、
我が地域も住宅団地みたいなところがありますので、そういったところ山を削って作っているところもありますから、こういったところ山を登るより大変ですから、コミュニティバスを自動運転化もしていく、こんなことも考えておりますし、鉄道が実は非常に多いところでありますけれども、不採算鉄道が多いです。飯田線とか名鉄蒲郡西尾線とかしっかりと守っていくように、まあ、上下分離も蒲郡西尾線はアイデアの一つとして出しながらですね、観光列車なんかも七つ星が九州で大ヒットしてますけど、ああいったものの三河版ができないかな、こんなことも考えながら構想しているところになります。そしてですね、やはり大きなやはり輸送力というと、新幹線の豊橋駅が隣にありますけれども、実はリニアができてきたウィズリニア構想というものを私は持っておりまして、実はウィズリニア構想はリニアの長野県駅、そして岐阜県駅ができてきて、そこから実は三河地域を、いわゆる三遠南進道とかですね、三河東濃線を通じて降りてきてもらう、そして豊橋駅からまた新幹線に乗って移動していただく、こういったリニアと新幹線の組み合わせ、そしてその間をつなぐ道路整備、そしてそれが新しい観光インバウンドの、まあ、東京や京都のような街を見たいけども、やっぱり地方も経験してみたいな、そういうところでこの地域独特のジビエ料理や食文化、そして楽しい農業体験とか地方体験もしていきたいな、こんな方々もですね、楽しんでいただけるような形を考えております。それには、まあ、リニアはもちろんなんですけど、新幹線もまさに東京名古屋間がリニアで結ばれれば40分でありますから、望みがあんまり必要なくなります。そうすると豊橋駅の機械のまさに発着数というのも今2時間に1本、まあ夜の時間帯増やしたので1時間とか1時間半に1本なんですけど、まあ、この1時間に1本を全ての時間にやっていくようなことができないかな、こんなことを思っておりますし、さらに既存の交通システムと自動運転ともかませることで MaaS、 これもですね、ぜひ進めさせていただければと思います。最後ですね、防災対策についてもちょっとお話をしたいなというふうに思っていたんですが、もう時間がだいぶ来ているので防災対策はちょっと別に作成しようかなと思いますので、お許しいただければと思います。ただ昨年6月2日に我が三河には本当に大きな大きな豪雨災害がございました。心からお見舞いを申し上げますし、今年もまさに台風10号で蒲郡市の大きな土砂災害があって3人の方が亡くなられました。心からお悔やみ、そして皆様のお見舞いを申し上げたい。国土強靭化、非常に命を守るために大事でありますし、防災対策も大事でありますから、しっかりお話をしたいと思います。ただ防災からの復旧ということで、例えばさっき言った道路が冠水してしまった 1号線が2メートルも冠水しちゃったわけでありますけども、河川の整備またどんどん詳しくお話をしますが、例えば橋梁が壊れてしまって、いわゆる為朝の八幡橋ですとか、その他数多くの、まあ、例えば両名橋もそうでありますし、そういったものもきちっと進めていくことが必要ですので、こういったことも合わせてやっていきたいな、こんな風に思います。ご視聴どうもありがとうございます。これからも今枝総チャンネル頑張っていきたいと思います。また教えて今枝先生シリーズも新たな産業などなどお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。